いいものレーダーチャンネル。こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカツサンドです。ヒロサンドです。はい、今回はこちら、こちらカルビーから出た、サッカー日本代表チームチップス。いやー、11月23日、はい、もう始まりますよ。始まりますよ、ワールドカップね。23日はドイツ戦、いや楽しみですね。いや厳しい戦いになりそうですけども、はい、なんとかね勝ち抜いてね予選突破してもらいたいところですが、はい、はい、その前にですね、こちら、日本代表チームチップスですね、はい、サムライブルーって書いてますね。はい、でカードがね、2枚入っているそうで、こちらをですね、20袋、はい、購入してきましたので、これをね、開封していきたいと思います。いやね、全部でね、とりあえず今回ここに収録されているのが、はい、2021年の5月から2022年の6月の日本代表戦に出場した選手、はい、うん、で、40名ということでちょっと調べたんですけども、はい、うん、今回ね、まあ、ワールドカップ決まったチームメンバーが26名、うん、で、その中で、入ってたのがちゃんとね、26名中ですね、25名が入っておりました、はい、入っておりました。1名ですね、入ってなかったのが、相馬勇紀選手、はい、うん、でした、はい、はい、で、まあ、された選手はねですけども、今回ね、選ばれなかった選手の中でもう、いや、これ欲しいなっていう選手います？あ、いや、大迫選手。大迫選手ね、入って欲しかったね、はい、大迫選手のですね、欲しいね、はい、推しで、はい、はい、カズサンドはですね、旗手選手。あー、旗手選手、はい、今ね、セルティックでね、いい感じでね、ガーンと来てますんでね、いやー、入って欲しかったんですけども、はい、いやー、それがね、出るといいなと。はい、で、まあ、あとですね、狙いは鎌田大地、はい、はい、鎌田大地選手、はい、こちらですね、はい、鎌田大地ね、選手、じゃこれ、ちょっと守り紙としてね、ここにですね、置いておきたいと思いますけども、はい、この辺がいいかな、はい、ではですね、今から開封していきたいと思いますが、じゃあ、まず一袋目から、はい、どんな感じなのかね、見ていきたいと思いますが、これね、なかなか剥がせないんでね、このままハサミで切って、ね、カードを切らないように、切って、はい、そして、開けていきたいと思いますが、はい、見つけてください。はい、では、行きましょう。まず1個目。よっ、はい、坂本選手でね、種類がどうなったのかな、ですね、レギュラーカードと、うん、あとね、ゴールスコアラーカード、うん、レギュラーカードが40枚で、ね、はい、ゴールスコアラーカードが18種類、うん、あとね、プレイングタイムベスト11カードが11枚、うん、あとチェックリストカードは3枚でね、まあ普通に数えると72種類あると思うんですけども、はい、で、ゴールスコアは多分得点が入ってると思うんですね、うん、で、もう一つのプレイングタイムベスト11カードっていうのは多分キラキラカードだと思うんです、はい、サインカードは確かなかったような気がするんで、はい、はい、それではね、いきたいと思いますが、あ、はいはいはい、これが裏面ですね、はい、裏面で反対がもう裏面で、はい、南野選手ですね。うん、嬉しいですね。はい。はい。で、最近調子が上ってきて、うん、いい感じですけど。はい、で、この内面が、はい、表面だと思われます。いいですね。かっこいいですね。はい。はい。キラキラはしてないんで、これがレギュラーカード。はい。っていう形だと思います。はい。僕はレギュラーとかね、書いてはないんで、うん。多分ね、キラキラしてないんで、まあ、両方ともレギュラーカードということですね。レギュラーカード結構かっこいいね、かっこいいね、はい、うん、いい場面の写真を使っております、はい、はい、南野選手かっこいいね、はい、うん、
はい、ではね、ここからガンガン開けていきたいと思いますが、はい、ではですね、どんどん行きましょう。はい、それでは行っていくんで、エゴサンドの方もね、順番に、はい、お願いします。はい、違うね。お、違うね。違うね、違うね。はい。あ、これは得点の方でしょうか。あのゴールスコアラーカード。得点書いてある？裏面の名前とか書いてある、ここに書いてあります。あ、そうなんだね。はい。はい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 。あ、両方ともそう？はい、もう両方とも書いてあります。はいはいはい、こっちがノーマルで、こういうのがゴールスコアラーカードということですかね。はい、はい、いや、もうちょっと開けていけば分かるかなと思いますね。はい、はい、三笘選手、もうやばいね最近ね。はい、うん、絶好調、めちゃくちゃ活躍してますけどね、ブライトンでね。はい、それでは次ね、いきたいと思いますが、はい、次は、よいしょ、カードね、折れないように、はい、お、来た、来た、ドン、大迫選手、しかも、キラキラしてるね、キラカード、これだね、これがプレイングタイムベスト11カード。長い長い長いけど、おー、かっこいい、キラキラね。で、裏側こんな感じです。おー、裏側かっこいい。はいはい、お、来ましたね。いや、欲しいカード来ましたよ。はい、はい、いきなり出てきてくれる。そしてこちらもう一枚は、で、通常カードですね。レギュラーカード、酒井宏樹選手になります。はい、いや、嬉しいね。はい、はい、すごく順調に。うん、最近ね、調子が伸びてるからね。いや、入って欲しかったんですけどね。いや、大迫選手いったらね、フォワードとね、なんかいろいろできるような気がしたんですけどね。はい、いやー、ね、でも最近手紙も多いんでね。はい、ではお願いします。はい、レギュラーカード2枚です。はい、板倉滉選手と小川亮也選手。板倉選手もね、はい、うん、どうなんですかね。うん、怪我しないでいいですね。はい、はい、そして、はい、あ、また酒井宏樹選手。お、2枚目2枚目、うん、選手のゴールスコアラーカード出ました。カーフ選手ね、はい、うん、いい感じじゃないですかね。はい、そしてこれは両方レギュラーカード、遠藤航選手。ちょっと今心配だね。ねえ、ちょっとね、頭かなり強く打っちゃって脳震盪でね、いや、何もなければいいんですけどもね、ちょっと最新情報ちょっとまだ確かめてないですけどね、どんな感じなんでしょうかね。そしてこっちは川辺選手ということですね。いやー、遠藤航選手いないとかなり痛いような、はい、ねえ、気がしますけども、ドイツでね、めちゃくちゃ活躍してますからね。はい、では次行きましょうか。はい、はい、いや、20あるからね、ガンガン行かないと。はい、はい、ガンガン行きましょう。おっ、スコアラー、ゴールスコアラーカード2枚の山根選手と鎌田大地選手。出ました、鎌田大地選手。はい、いやー、いいね。はい、ちょっと鎌田大地選手の、はい、はい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 、いい顔してますよ。いい顔してます、いい顔してます。はい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 、で、この時のゴールがパッと見てね、はい、出場が11回得点3ですね。はい、うん、出てますね。はい、いや、いいですね。アシストを書いてもらえると思う。いやー、でも鎌田大地選手のキラカード欲しいですね。はい、はい、
来ました。行った瞬間来ました。すごい。マジか。やったー。これ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいね。はい、これ大当たりでございます。今回の大当たり、はい、ね、いいものレーダー的な大当たりが、いや来ました。来ました。いや大阪選手と大阪って言っちゃう、大阪選手と鎌田大地選手の、いやこれは嬉しいですね。はい、この2つはちょっと嬉しすぎですね、はい、いやまだ来るんじゃないの。いや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 嬉しいな。はい、そして、レギュラーカードですね、シュミット・ダニエル選手になります。はい、今ね、うん、そうですよね。はい、はい、はい、では次行きましょう。よいしょ。どんどんね、どんどん。じゃあ一回ねストップして全部ねここ切って見ないでそのままで開けるとこ行きましょう。はい、はい、少々お待ちください。はい、ということで、はい、全部ですね、ここね切ることができました。はい、はい、ではねここからガンガン見ていきたいと思いますが、あとね先生、先生英治先生、川島英治先生ね出てほしいですね。はい、はい、ねユーゴサンドの先生でもありますので、はい、もう今年も一回ズームでね、はい、うん、お話しさせてもらってね、はい、はい、いや前回のワールドカップのね何回かお話しさせていただいて、はい、いやね、ほんと素敵な方なんでね、いや、出てほしいですね。出てほしいです。はい、ではですね、いきましょうか。はい、ではここ、はい、あ、オールスコアラの板倉光選手、板倉光選手なんて、うん、8試合で1得点ですね。そして、堂安律選手、レギュラーカード、はい、こちらになります。はい、じゃあガンガンいきましょう。はい、お、南選手のキラカード、キラ、おこれ熱いんじゃない今回、はい、出てるのキラカードでもめちゃくちゃ熱いね、はい、南野選手、はい、はい、マジですか、はいはい、そしてチェックリストカードも出ました。チェックリストカード3種類しかない逆にこれがなんか幻みたいな感じになってますけどはい、はい、チェックリスト、はい、3種類のうちのこれいつの試合、3つ目の、はい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 、何戦だろうね、ちょっとわかんないですねはい、どっかの試合なんでしょうね、あ、対ブラジル戦、あ、ブラジル戦、ブラジル戦ですね。ブラジル戦の、うん、スターティングメンバーが並んでるのかな。おー、すごい、うん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 、そうですね、はい、はい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 、あ、いいですね、はい、うん、もいいですね。はい、で次が、はい、吉田麻也選手、三笘選手、はい、レギュラーですね。三笘選手はね、キラカードなかったんですけどね、うん、キラカードあったらね、嬉しいですけど、はい、オナイフ・アドー選手と長友選手のキラが、キラ結構出るね結構出るわ、うんうんうん、いや、いいね、うん、あの、得点の、ゴール得点カードね、得点カード訳しましょうね、はい、そして、あ、こちらが橋本健人選手ですね、ゴールスコアラーカード、得点カード、2得点、はい、で伊藤博樹選手のレギュラー、はーい、はい、さあガンガン来ました。吉田麻也選手のキラーキラー結構出るね、はい、めちゃくちゃ出るじゃん。そして小野優選手のレギュラー、はい、来ました久保くん来ました。久保くんね、これ出てほしかったんだけどやっぱ出ましたね、よかったよかった、はい、そして中山雄太選手、はい、レギュラーレギュラー、はい、あ、申し訳ございませんでした、あ、神様、はい吉田麻也選手のノーマルと、得点カードの、早部選手一得点です。はい、原口選手のレギュラーカード、はい、そして大迫選手のレギュラーカード、あ、これ揃いましたね、これでね、
はい、キラとね、レギュラー両方大迫選手揃いました。はい、はい、よいしょ。原口選手ね、入れちゃったね。室谷選手のノーマルと佐々木選手の得点カードです。3試合で1得点あげております。そしてはい、伊藤純也選手、いや、いい選手ですよね。はい、5得点。5得点うん、あ、15試合で5得点ですね。はい、そして、中友選手の、はい、で、それがラストかな。ラスト、ラスト、ラスト、来た。ラスト、ノーマルカード2枚で上田選手と浅野選手でございます。はい、浅野選手ね、はい、足早いからね。はい、はい、ということで、いやー、先生出なかったね。川島英二先生出ませんでしたけども、いや、でも結果、キラカードすごいんじゃないこれ。はい、5個、うん、そうだね、20ね、袋中5枚出ましたけども、いや、一番狙いの、はい、鎌田大地選手、これ嬉しいですね。それからね、まあ、選ばれなかった中でもね、大迫選手、ね、大迫選手惜しかったんですけども、はい、が出ました。はい、そして南野選手、はい、そして長友選手、はい、ね、吉田麻也選手、偶然見かけたもんね。はい、かっこよかったよね。すげえかっこよかったね。はい、久保くんとかもね、はい、手振ってくれたもんね。はい、ね、偶然ね、はい、あったね、その動画ちょっと上げてると思うんで、ね、興味ある方はね、見ていただければと思います。はい、ということで今回は、日本サッカー日本代表チップスですね。はい、はい、こちらを開封してみました。ね、楽しいね。はい、はい、これからワールドカップ楽しみましょう。はい、それでは See you next movie!